どういう意味ということで、こんにちは、ブルーホースです。やってまいりましょう。今回ね、まず年齢順位用で、なんかね、言葉がなんかいろいろパターンあるらしいんですよね。ボンシャンス。だからどういう意味だっちゅう。ということで、今回、前話してたね、こいつを、手に入れました。で、こいつでまだクリアしたことがなかったんで、とりあえずね、これでやっていこうかな、というふうに思いますで、こいつ。はい。でっかい馬だよな、でこんな近くにいたらかわいそうだよね。ね。ありがとうな、お前もな。うん。ということで、インディ、ヘンリー、フォローミー、アナザウェイ、ハー。わかる人いるか、あれあれちょっと待って、進めないこれ、どうなってるって、ああ階段があるからか、行けんのか、じゃあ進んでみましょうということで、ね、いよいよラストパートでございます。 TPS もなんか進んでいったらなんかあっという間っていうところでしたね。いや本当に面白いですよ。ここ行けるんだっけ、なんか、あ、普通に入れた。お邪魔します。箱なくなってんの、どこやったんだろうね。ということでね、今回は、まあちょっとこのね、武器を使ってですね、まあ、前回っていうか、10月の頭くらいだったかな、ほら、いろんな武器を使ってマザービランドボコボコにしましょうかみたいなことやってたじゃないですか。その時に、これ、起き上がる。あ、死んだね。そうそう。で、まだこいつで倒したことはなかったんで、ちょっと今回、ね、この武器でやっていこうかなというふうに思います。はい、大丈夫。こいつを倒すのに3発必要になってくる。あ、ちょっと待って、あれ今4体もいたっけ。ちょっと待って、強いぞ。強いぞ。あ、なんか嫌な予感がする。なんか時間かかりそう。そうなったらそうなったら仕方ないよね。先に進みます。あー、エーバー。私のエーバー。気持ちいいでございます。あー、かわいい、エーバー。武士が背中を見せたらその瞬間にやられるで、この世界の常識だよね。さあ、なぜか獅子がもげていたはずなのに蘇ってさらに力を奪っていく。恐ろしいよね。あれ？おかしいよね。しかもこの力を奪わなかった時のマザーミランドってどんな能力を持ち合わせてるんだろうね。そこら辺が気になったりします、ね。お前は疲れていく。でこれがそのあれなのかな、16年後の世界とかで力を取り戻したぞみたいな、それともあの浄化結晶の中にその力が蓄えられてて、それが壊されたことだから持ってないって、そのハンドガン、あ、そうなんですよ、あの金なんです。エブリンはE さんが死んだことを知ってるのに、なんかマザーミランダそのことを知らないんだよね。誰みたいな、どこみたいな、そのまま逃げたらよかったら、なんで一瞬立ち止まったんだよっていうね。おめめが議論、あれまたか、確かこっちに行ってごらん、急にしおれてくる。お前の胸はな、パッドだらけだっていうことは知ってるんだよな。もう化粧がお下手ですね。そんなに黒いのにならなくてもいいですよ。あ、どこ持ってくの、わー、ローズ、分かった分かった。どうなってるっていうとね、パッドを取ってね、本性を表しました。私はこんなにペチャパイなのよーつって、あー、バレちゃったー。You fulfilled your purpose, Miss Stevens. You killed my false children and awakened the glorious dawn. Yeah, 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 yeah. I did, did, did. Cool, 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 cool. 普通に黒てるし。Ah, なんかでも初めて。I did, did, did. I did, did, did. 初めてこのパターンで戦うからすごいやりづらいな。めっちゃ血出てるし。おおおお。もうなんかゴリした方がいいんじゃないと思うけど。音だけはえぐいけど、音だけはなんかすごい食らってる感じしてるけど、実際、あ、わわ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 、さあ行くぞ、無限の彼方へ、バズライトイヤー、あ、ちょっと、あ、このパターン、このパターン、これは知ってる、よいしょ、さあ出ておいて、さあ出ておいて、おっそ、あ、でも一応当たってきた、この隙間から。なぜ諦めない、このパートを終わらせない。あ、ちょ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 、やばいやばいやばい。よいしょ。OK。し
仕掛けます。How can you deny me? 仕掛けます。Why the hell can't you realize Rose is my goddamn kid? そうなんだよね。Not yours. あれ、ちょっと待って。おいでおいでおいで。あれ、爆弾どこに行ったの？おお。物とも仕上がらねえこいつ。飛んでます。あいててて、なんで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 。おら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 。落ちてきた拍子に。オッケー。I've never seen a human live without a heart. あ、ちょ。まあそうだよね、胸を貫かれて生きている人間なんてね、こいつかクラウドストライフくらいしかいないですよ。あの時の痛みを覚えているか、クラウドっていうね。あ、痛い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 。いや、覚えてるかもしんないけど、胸貫かれてなんでお前生きてんだって不思議に思わないのかね。あの時ツヒロスもね、甘いよね。胸貫かれてさ、逆に突き落ちた、剣持たれて落ちされたっていうのはまあ、あるのかもしんないけど、それでも、なぜお前生きてんねんっていうね。OK、よし、ちょっと待ってね、なんかごちゃごちゃうるさいんだけど、どうしよっかなぁ、どうしよっかな、このパイプ爆弾の方がいいのかな、どっちがいいと思います。あ、これ、一回つけてるか。あ、やべ、作りすぎちゃったんだけど、とりあえずショートカット買ってなかった。これは、最終形態になった時に、いや、right! All it's done is drive you nuts! あ、ちょ、どういった、ね、Such my time. 飛んできます。あ、いて、避けれてるし。あ、そうそう、なんかね、シャドウズ・オブ・ローズを見直してて、知ったんですけど、どうやら、金の力を使って、瞬間移動ができるっていう、だから、ミランダの攻撃を全然避けることができてなかったんですけど、どうやら、なんか、かわせるっぽいっすね。あれ、ちょっと待って、なんで装填してくんないの。リロードが全然、あれ、急な第三形態、終わり。あ、そういうわけじゃないよね。こうすれば死ぬか。いや、ちょっと、上に乗って暴れてください。よし。めっちゃクリックカチカチ。今の顔見えたんじゃない？頑張ってスローモーションにしてみようか。ぬおん、今見えたんじゃない。After all って言葉結構あれだよね、バイオで好きだよね。あと Let's finish this once for all っていう英語とかも結構バイオ好きだよね。シュン、ケイ。なんか笑っててあれだよね、余裕だよね。音はえぐいんだけど、大して食らってないっていうね。まあさあ死ね。まあまだギリ語彙力が残ってる。でも戦いが長引きすぎて嫌気さしてきてる。はい。よいしょ。すん。あれ？当たったけど、押しのける程度で大してダメージ食らなかったっていうね。だんだんじれったくなってきたら、まあシンプルにやりにくいと思います。オッケー。で、くるっと振り返るので、弾。だから、すごい本当にラスボスでさ、緊迫感迫るような戦いをしなきゃいけないところなのにさ、後ろに急げ出すっていうね。Everyone は死ぬんだけどさ、確かに。お前は死ぬっていう言葉自体は正しいんだけど、それがあなたの原因っていうわけじゃないっていうね。あれ今回復した、回復じゃねえ、セーブしたはずなった。まだ行くのか。よいしょ、OK。 あれ、だからなんで装填してるんだ。おお、よいしょ、あれちょっと待って、よいしょ、あれ、ちょっと待って、まずいんじゃないか。オッケー。もうめんどくさい。これでなんか、ならないね。ふふふ、よいしょ。一緒に眠る？ママの子も。あれどこ行った？ああ、そのパターンのやつか。はいはい。
今から隙間風で送って差し上げましょう。ほいほいほい、これちょっと食らってなかったもしかして。あー、はい、これで、ちょっと待ってね。で、これをショートカットに置いていく。あれ、爆発した？してねえのかな。これでなんとか、もちろん。あれ、ちょ、どこ行った？どこ行った？どこ行った？ショットガンを使ってショットガンになるんだね。サイコー、ガンダムサイコー。あ、いた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 。この攻撃はなかなかなか、やっぱ突進攻撃じゃいい。ちょっとやっぱ舐めくしすぎだな。How about this? よし、オッケー。ああ。あれ、防御力上がってんじゃん。防御力じゃなくて、体力上がってんじゃん。なんとしてるよな。回って。あれ、どうしよう。あれ、ちょっと。下手くそ。だんだんもうなんかじれたくなってきた。あ、いたもうほんとじれたくなってきたんで、もう全部出し、あれ、あー、終わった。じゃあまあどのくらいこいつで刺したいと思います。ということで、はい、無事に終わりました。もう今ですよ、今がチャンスですし、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押すチャンスですよ、今がね。本当にありがとうございました。最後までご視聴いただきまして、FPS や。なんか、FPS よりもやっぱり操作がちょっと難しかったね。なんとなくこう、FPS よりも小回りが効きにくいっていうのと、若干移動速度が、まあ、同じなんだろうけど、遅いっていうような感じがしたんでね。そして、勝利と共に夜明けが来るというね、本当に最高のパターンでございますよね。ああ、かわいい。本当にか、そう、今日電車乗ってた時に、最近京都もインバウンドが、まあ、ちょっとまあ、流行ってきたというか、もう戻り始めてきましてですね。で、外国人さんとかよく来るんですけど、まあ、京都から大阪方面に電車乗ってた時に、もう本当に、ローズって思うような、まあ、その子は男の子だったんだけど、もうローズやんっていうくらい、もう、金髪が綺麗で、このくらいの髪の量で、でもすごい、ニゴニゴした、半年行くか行かないかくらいの大きさの、外国人の赤ちゃんがいて、で、まあ、お母さんのことを抱かれながら、お母さんのおじさんの上で、シーッなんかこう揺らされながら、ケラケラってこう笑うのがすっげえ可愛かったの。何この可愛さって、ほんとこんな 目の感じしたの。クリクリの目してて。We gotta move. ちょっと遠いところだったんだけど、もう見に行きたくて場所移動してニコニコして見てたから、もうほんと変なやつだろうなって思われたと思う。もしバレてたとしたらね、バレずに、その赤ちゃんにも、バレたから、セーフだった。クパー、クパクパクパー、待ってよー、僕と仲良くしようよー。金庫ってどっちなのかな、オスもメスもないのかな。まあ、どっちでもいい。Keep moving, Ethan. There's a bomb in that thing that'll blow this whole village sky high.なんでそんな爆弾を持っているんだ。火薬の量はどうなっている。そんなスイッチ一つで破壊できるほど奴は甘くないぞ。指やれ、どんどん。Hey, ミアはちゃんと生きている。Alive. 本当。ミア、I'm so sorry.、I love you. Keep Rose safe. Hey, hey. 何言ってるんだ。一緒に帰るぞ。帰る。帰れ。
You need to tell yourself. 赤ちゃんと。Now, come on, it's not that much further. 爆弾のスイッチを持っているギャップね。脱ぎにくいよね。うわ、めっちゃマガジンあるわ。Teach her to be strong.この胸筋に対してそのマガジンいっぱいあったら、もちろんモコモコしてるんじゃないかって思うけどね。まあそんな話はどれでもよろしいですかね。どこで分断されてしまったけどね。Goodbye, Rosemary. Rosemary. かわいいね。Ethan. ありがとう。そう。ジクショー。この時にそのコートを渡した姿になって指輪はそのままはめた状態でイーサン登場で右手は復活してたってことなんだよね。そこら辺結構不思議だよね、まあ、この時にいろんなことを思いながらっていうか、あの韓国の新幹線ファイナルエクスプレスって映画だったかな、まあ、さほら最後自分がゾンビになってさ死んでいく瞬間とかにさ、あのこう娘が生まれた時のその瞬間とかを思い出してニコッと笑いながら電車から落ちて死ぬみたいなシーンとかがあったりするじゃないですか。まあ、あれとはまあ別 に似てるか似てないかで言ったら違うけど、まあ、そんな感じだよね。やっぱ走馬灯ってね、やっぱ死ぬ瞬間に思い出したりとかっていうのはよくあるから、まあ、その瞬間のこと走馬灯っていうのかな。ちょっとそのあたりがね、すいません、ちょっと国語力がなくて申し訳ないですけど。あ、そうか、だから前さっきも話した通り、イーサンは死んだってクリスは伝えてたけど、get moving. We have to get clear. No, we can't go. Not without my husband. 夫は特別な力を持ってるから、まあ家族自体が特別な力を持ってるから、ね、まあでもさ、I know he wouldn't abandon us. 特別な力を持ってるか持ってないかっていうのは別にして、死を確認して、あのね、イーサンは死んだんだって言ってたから。改めて、いやだからさっき死んだって言ったじゃんつって、でもう一回死んだんだよつって、でイーサンは二度死ぬみたいなね、ベロニカと一緒なんです。夫はどこってもうこうなったら夫がいなかったらもうね、もう大体察しなきゃいけないけど、やっぱでも認めたくないから人のこと口から聞いて初めてこっちを知るっていうね。He stayed so we could all escape. まあでもさ、これ今ふざけながら僕喋ってるけど、初めて見た時は本当このシーンは号泣だったもんね。You need to see this. でその号泣してこうやっぱイーサン最高やなみたいなことを言ってる時に、自作に続くこのフラグの話。This is a bioweapon. The hell were they thinking?で実はこの BSAA が BOW を使っていたっていうその事件が事件の匂いがするみたいなのを、まあ、レオンも追ってました。で2人が出会って、じゃあ一丁一緒にやりまっかみたいなのに、まあ、期待したいよね。まあそうなる可能性は低いかもしれないけどね。でもさ78と6、まあ678かクリスがずっと続いてるから、そろそろね、まあ、RE4 が3月に発売されるとはいえ、レオンに関する新作をやってくれないと、もうそろそろレオンもね、いくらエージェントとはいえね、もう欲しくってますからね。50代になるのかな、自作が出るくらい。2021年の時点で、クリスが47歳だったっけな。で、21歳か、レオンが、あの、当時出てきた時は。だから4歳してたから、この時点で43歳の設定で、まあ、自作が仮に2025年に出たとしたら 4歳経つから、あ、クリス同じ年齢になるのか。47のレオンだよ。あのイケメンで金髪のレオンがどうなるかだよね。なんとなくトム・クルーズっぽい感じがするけどな。いや、そうでもない。ケツアゴだからどっちかって言ったらあれか。マイケル・ジェイ・フォックスかな。ね。はい。ということでね、あの、本当に動画を最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。まあ、言うんですけども、ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンね、あの、本気でもあの、なんか、ちょっと若干ずつではあるんですけど、本当にじわ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 チャンネル登録者数っていうのがなんかここ1ヶ月くらいで2桁数くらいずつ増えてきていますので、ぜひ、ね、応援と登録、応援をしていただきたいと思いますので、ま
まあ、ぜひちゃんと登録ボタンね、押していただけると本当に嬉しいと思います。で、まあ、今回はね、TBS バージョンを、まあ、初めてやりましょうということで、前回のね、まあ、前回のというか、全シリーズのシャドウズ・オブ・ローズで、まあ、ローズを TBS で扱ったっていうのがあって、まあ、その続きでね、じゃあ、イーサンね、パパのね、イーサンもね、一緒にやっていきましょうやと思って、まあ、一気に完走していったというところで、まあ、見ている方としては、まあ、そんなにあの苦労するシーンとかも別にあったわけでもなく、まあ、無限武器とかをね、さらっと使いながら、まあ、サクサクプレイを続けていったりとかしたんですけど、まあ、今回はね、いつも一回は沈んでしまうモローのところの池でもね、無事死なないで済んだっていうところがあるんですけどね。あとはいえね、やっぱり FPS で元々遊んでたゲームだから TPS にすると若干のなんかこう難易度の難しさというか操作性の違いとかがあったからFPS に慣れたゲームだよね、TPS に変わるとちょっと難しいなっていうふうな感じは しましたね。なんかそんな感じでしたね。まあ、なんだけどやっぱり TPS でこう今まで見えなかったその広い視野でゲームを遊ぶことができたりとかっていうのもあったりしたんで、Gifts we gave, but more you took, she snarled. So more in turn is due. In a blink, the girl was trapped inside a mirror. Her parents though had searched all day and at last arrived. With rampant rage, father fought the witch, while mother's loving touch shattered the dark enchantment.But the witch was strong, and father yelled, Save our daughter! So mother bore their child to safety as the forest was consumed. Even now, the burnt forest is a grim reminder of father's sacrifice. To this day, any child who stares too long into the charred wasteland will be haunted by nightmares of getting lost while picking pets. この迷子になる悪夢を見るっていうのがシャドウズ・オブ・ローズで描かれた世界観っていうところなのかなっていうふうに捉えると、うん、やっぱりシャドウズ・オブ・ローズの構成っていうのはすごくよくできてるなっていうところで、だから父親が犠牲になった焼け野原の後、焼け野原だったって焼けた後だったかっていうのが、まあ、ローズの精神世界 でその悪夢っていうのもその精神世界で起こった、まあ、フェイスイーターと出会ったりとか、なんかよくわかんない斧みたいなのを持った触手うねうね、コアうねうねのやつとか、あとはなんかミヤ人形がね、カチャカチャカチャ動いたりとかね、ミヤ人形なかなか分かったけどね、あれで、僕初めてやった時に、まあ、皆さんもぜひね、僕がやってたプレイを見直していただけたらなっていうふうに思うんですけど、ミヤ人形がさ、目を離したら追いかけてくるみたいな話をしてたじゃないですか。まあ、あれなんでなんだろうなっていうのを、まあ、そこの話は一旦置いといて、で、あれ視野に入れてれば、まあ、ミヤ人形は動かないけど、その後ろ向きで体に触れてた時にこう最初当たってるはずで、しかもローズから見た時にどう考えてもミヤは見えてないのに捕まらなかったんですよね。ところがなんかあれって触れている状態でしばらく放置をしているとなんか急にミヤが動いて当たり判定が出るみたいな、そういう仕掛けになってるらしいですね。それってジェットさんだったけど、なんかそういう検証をされてる方の動画とかを見てるとなんかそんな感じだったりするんで、だからあれは見てようが見てなかろうが、まあミヤに触れちゃ結局アウトですぜっていうのはそういう難しさがあるらしいですね。うん、はい。ということで、まあ、一応次回以降、まあ、明日以降かの話をすると RE2 に戻ります。で RE2 やって RE3 やってを予定をしてまして、それらが終わったら一応をあっちょっとやってみようかな、ね、あごめんなさい、それが終わったらバイオ4、まあ、RE4 を、まあ、やる直前スペシャルみたいな感じで、まあ、多分、まあ、言うて年明けくらいまでになると思うんですけど、その RE2 とか RE3 やるのはね、うん、そう、まあ、せっかく手に入れたロケランをね、ぶちかますシリーズをやりたいなと思ってるんで、 RE2 に関してハードコアをねなんとかクリアすることができたんで、でまあ、それはいいとして、で、まあ、バイオ4に関してはなんだっけ、そう。プロフェッショナルをやっていこうかなと。プロフェッショナルを1からプレイしようかなと思ってます。ただ、キーボード操作っていうのが、まあ、前回バイオ4を1からクリアするっ
っていうシリーズを撮った時に皆さんご存知の通りで、まあ、全然うまくいかなかったですわっていう話、あ、これスペインかとか始まってんだね、全然うまくいきませんでしたわっていう感じだったんですけど、それをプロフェッショナルでやってみたら一体どうなるのかってね、多分想像している以上に死にゲーを繰り返しながらやっていくことになると思うんですけど、まあ、無事にねクリアさせていって、で、なんだっけ、なんかLE ライトじゃないけど、なんかそういうレーザーを手に入れてね、で、まあ、ちょっとそれで暴れ散らかすっていうパートを何パートかやって、まあ、終わりにしようかなと。で、その後、その3月の発売、3月の、まあ、24日なんでね、多分プロフェッショナルのパートを細かく細かくやっていくにしても、多分まあ1月いっぱいとかね、2月くらい差し掛かる程度で終わると思うので、もうちょっとレオンが主人公でやっていましたっていう自分のバイオの振り返りプレイでもやりたいので、ガイデンとかね、そういうのあるかもしれないけど、あれはもう静止から外れているものになりますから、バイオ6のレオン編だけをとりあえずやっていこうかなっていうふうに思います。でもそれでもまあパートが余るようになったら、まあ、バイオ6、まあ以前も、したことあるんですけど、まあ、一旦ね、なんだっけ、その、エンブレムを取る旅をレオンのパート含めてやっていくとか、まあ、そのあたりをそんな風にやっていこうかなと思います。まあ、クリス編やったりとか、ジェイク編やったりとか、エダ編やったりとか、もしかしたらかもしれないし、まあ、溜まっていけば、エンブレムが溜まっていけば、フィギュアとか見ることができるから、まあ、そのフィギュア公開集とかね、もしかするかもしれないですね。まあ、そんな感じですね。はい、いう感じで予定をしているんで、まあ、その RE4 までやって、その先はまあ実際どうするかだね、まあ、また繰り返しバイオをずっとやっていくのか、そのナンバーリングタイトルをやっていくのか、もしくは、なんだか、旧作のバイオ系のやつって、その、要は TPS、FPS 式になってないやつって、ちょっとね、いろいろ試してみたんですけど、やっぱちょっとやりにくい。パソコンでやるとか、まあ、なんかちょっとそれはコントローラー操作でできない、まあ、できないことはないんだけど、まあ、そこはちょっと諦めて、もしかしたらまたセールとかで安くなっているタイミングを見計らって、他に TPS 版でできる、なんだっけ、2まで出てるやつ、あ、リベレーションズだ、リベレーションズとリベレーションズ2をもしかしたらやるかもしれない。リベレーション好きなんだけど、リベレーション2はね、なんとなく操作性が難しいですよね。なんかちょっと下半身と上半身の動きがバラバラやんみたいなことがあったりするんで、ね、まあそんな話をしつつ、まあ、最後にジャダイ会か。まあ、そう、あそこに満月を描いてたなんか狼の子を動かすっていう姿が結構上手にできてるなっていうふうに思いますね。はい。そろそろ終わりかな？うん、そうだね。まあ、この鍵とね、しっかりその模様が一緒っていうのが、実際の金庫の姿が一緒っていうところがまた2だよね、と思ったりしますね。はい。ということでね、本当に最後まで動画ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタンとね、グッドボタンを押してね、応援をしていただけると嬉しいでございます。あ、そうか、エンディングがあった、忘れてた。これがまたね、シャドウズ・オブ・ローズのね、終わった後のエンディングでもあるっていうのが、で、この指輪を見てね、はじめね、その、この指輪ってどうやって手に入れたんだろうなっていうふうに思うわけですね。これ、改めて、シャドウズ・オブ・ローズ。コートは、クリスにかけてもらったから、ゲットしたら OK って話だったけど、うん、指輪はね、よくよく見ると、E さんが薬指にしたままだったからね。だからそれが、精神世界で出会って、片身的に最後、直接受け取ったっていう形にしてもらったことで、まあ、今、かけていると。まあ、だからあれだね、よくよく考えると、E さんの薬指とローズの人差し指は同じサイズっていう。なんか5つによると最後に喋ってた女の子が、まあ、実はエブリンなんじゃないかっていう話も出たりしてるみたいですね。エブリンが、実際に、まあ、その、エブリンの記憶を宿した本当の女の子が、まあ、メガネをかけた状態で現れたみたいなね。うん、まあ、実際ちょっとお母さんなんか若干ミヤに似たりとかするもんね。うん、Sorry I missed last week. I have a lot of tests coming up. このテストとかいろいろあってのは、その果たして学校のテストなのか、それともその組織として働くその訓練的な意味でのテストなのかっていうのが、まあなんかいろいろわからないっていう感じなんですね。Pretty close. ね。
まあ実際に一回会ってたらね、その愛してるよっていう言葉の重みなんかっていうのも全然変わってくるよね。あれなんかスケスケの世界になってる気がする。こんなんじゃなかったぞ確かに。Yeah, I found her. Where else? ムービーシーンですらバグってる。We have a situation. You're needed, Evelyn. これはもうあのぶち切れていい。Don't you ever call me that again. Eさんからもらった力をね、使ってこいつ粉々にしちゃっていい。I can show you things even Chris doesn't know I can do. ね、クリスの知らない力っていうのがね、これがね、がぜんにシャドウブローズをやって、I can handle it. 来た今だからこそより重みを感じるっていうところだよね。Way to keep it together, Rose.ここでまだコントロールできないって言ってるってことは、もしかしたらその胸ぐらを掴んだ時点でやっちゃったかもしれないっていうことを言ってんのかな。で、このエンディングの最大の謎っていうのが、車を走らせていくじゃないですか。その後、この車が一旦こう道を覆いかぶさった後に、右側にちょっと人物らしき人がほらほらほら立ってるじゃないですか。あれ誰なんだろうなと思って、これクリスなのかな、これが本当誰なのかっていうのがすごい気になるよね。でほら車もさ、ブレーキランプかかってんじゃないですか、だから赤く染まってるからね、誰っていう感じなんですけどね。本当誰と会ってんだろう、これが気になるよな。これの解説ないかな、解説っていうかまあ公式の発表とかあったらすごいんだけどね。The Father's Stories is now down だから、まあ、E さんの物語は終わったっていうことなんでね。まあ、決してね、ローズの話が終わったっていうわけではないということですね。はい。ということでね、本当に最後までどうかご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ぜひね、最後まで見ていただいた方、チャンネル登録ボタンとね、グッドボタンを押していただけると嬉しいでございます。ということで、次回はね、RE2 をやっていきたいというふうに思いますんで、また応援よろしくお願いします。では、次回のシリーズでお会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。バイバイ。